ホルバン級防護巡洋艦はフランスが建造した全構成の防護巡洋艦である。フランス海軍での類別は三等巡洋艦。設計はドビュシー。本級は水雷学派の大部解消の1886年に巡洋艦と水雷艇製作に基づき建造された。艦隊用小型高速防護巡洋艦6隻のうち3隻が本級である。近代化改装後のホルバン。 本級の戦隊形状は当時、フランス海軍が主力艦から警官運転に至るまで、主に導入していたタンブルホーム型戦隊である。これは、推薦部から上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り、戦隊重量を軽減できる戦隊方式で、他国では、帝政ロシア海軍やドイツ海軍、アメリカ海軍の全土急戦艦や巡洋艦にも採用された。 外見上の特徴として、水栓下部の干首、管備は著しく突出し、かつ、原則艦板よりも水栓武装甲の部分が突出するといった特徴的な形状をしている。このため、水栓下から艦板に登るに従って船体は引き絞られ、艦板面積は小さくなっている。これは、美宝の社会を船体で狭められずに広い社会を得られる。 本館の船体形状は全球と同じく間元の高い貫首から低い管備までなだらかに傾斜する平ら貫板型船体でスクーナー形式の搬送用マストを3本備えていた水面部が突出した貫首から貫首貫板上に搬送用の全部マストが立ち両脇に船橋のついた箱型の環境の背後に間にチューブマストを配置する細身の2本煙突煙突の周囲は 関西艇置き場となっており、船体中央部の原則に2本1組のボートダビットが片源3組の計6組により運用された。後部甲板上に後部マストの順である。原則には箱型の方角を片源2箇所を設け、そこに14センチメートル炭素砲を炭素砲画で片源2機の計4機を配置した。ありがとうございます。